ベルファストのピースウォールです。仕切られてる壁は、まあ、カトリックが多いアイルランド系の人々、プロテスタントが多いイギリスからもともと移住してきた人たちのエリアがね、こうくっきりと分かれてます。単にカトリックとプロテスタントっていう宗教的な違いだけで分けられているのではなくて、かなり複雑なそういった背景がありますね。パレスチナの分離壁をちょっと思い出させるような、そのようなちょっと寒々しい壁ですね。昔イギリスがここを侵略して、アイルランドの方を侵略して、この北部の場所にスコットランド人ですとかイギリス人を移住させて、イギリスとしての実質的な統治をしていたわけですけれども、その子孫たちがそのまま、まあ、残っているわけで、イギリス国教会を信仰している、まあ、そういうルーツをもともと持っている人たちがこの北アイルランドにも住んでますし、もともとアイルランド人であるカトリックの人たちもここに住んでた人たちがいるわけで、なので国民性というのもルーツが違うし、また信じているものも根本から違うっていう人たちが同じエリアに住んでいると。さまざまブレグジットですとか、いろいろまた独立の機運が高まる中で争いがあったりとか、自治権をめぐる争いがあったりとか、ベルリンの壁のようなパレスチナの分離壁みたいな、昔のベルリンの壁みたいな、そういう壁ですね。20キロにも及ぶというふうに言われてますけどね、この壁。ただのアートウォールではなくて、過去をもうやり過ごして、いい未来のために戦っていこうと、より良い未来のためにやっていこうという、そういったものもありましたけど、より良い未来のために、まああなたの選択だと。まあそもそもこういった事実を知って、平和について、まあ自分の中で考えて練っているものがないと、なんか漠然としたものになりますよね、平和とかそういったものって。独りよがり的な、また自分の民族だけ良ければいいでしょっていう、そういう平和、自分が良くて家族が良くて自分の国が安泰であればいいでしょっていう、まあそういう理屈はやっぱり世界的な平和では通用しないわけですからね。まあこういった民族観ですとか思想とかルーツの違い、また過去統治していた、統治されていた、まあそういった背景がある中で、まあどうやって一つになっていくのかとか、折り合いをつけていくのかとか、まあ、複雑すぎてね、シンプルにポンって解決策を出せない問題ではあると思うんですけど、じゃあ考えなくていいかっていうと、そういうもんじゃない気もしますよね。まあ、直接的に日本人とか自分には関係がない、実際はあんまり関係がないのかもですけど、まあ、コロナとかで一つの問題に対して世界中が考えて対策を練っていこうって、まあ、本当にグローバルな価値観、平和とか基準っていうのを考えていかないといけないと思うんで、まあ、非常にアートもかっこいいですけど、考えさせられるピースウォールですね。
作りが完全にカトリックですね。まさにアイルランド系のエリアっていう感じですね。近隣の住民の方がゲートを開けて入っていいと言ってくれましたね。まあ、やっぱりこういうここで何があったのかってことをね、知ってほしいっていうのもあるんじゃないですかね。やっぱり残してるっていうのは風化させちゃいけないと、忘れてはいけないというね、そういうことだと思います。いや、まさにこの壁の、この壁こそがピースウォールですよ。ピースウォールアートがあったのはこの逆側ですね。いやー、すごいわこれは。なんというか